チャンネル登録者50万人記念、自分のクイズで正解できなかったら落とし穴。はい、どうも皆さんこんにちは、エルニーニョです。ということで今回なんですけど、皆さんね、こちら見てください。はい、ということでですね、もう今までにない大型企画になってるのがね、まあ、見ただけで分かると思うんですけど、企画の説明をさせていただきたいと思います。今回なんですけど、50万人記念ということでですね、一つ企画をね、結構前から練っていて、今回やっとできるようになったんですけど、今回の企画はこのトラックの荷台のところに僕が乗ってクイズを出してもらうんですよ。自分に関するエルニーニョに関するクイズを出してもらって、それを答えていくっていう企画なんですけど、正解できれば何もないんですけど、そのクイズに正解できなかった場合にこのトラックの荷台がどんどん傾いていきます。それで正解できずにずっと続いていくと、どん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 傾いてって、でもう耐えらんないってなって落ちてた時にこれですよ。はい、皆さんこれ何だと思いますか？落とし穴です。はい、ここにね、落とし穴があるということで、まあ、成功すればもう落ちもしないで、まあ、企画倒れになってしまう可能性もあるんですけど、それをね目指してやっていこうと思います。そして見てください、こちら業者さんの粋な計らいで、なんと50万人記念のね装飾をしていただきました。いや本当にありがとうございます。ということでやっていきましょう。ということで準備できたんで登っていきます。うわぁすごいな、これちゃんと変形。よし、じゃ第1問。エルニーニョが注目されるきっかけとなったゲームのタイトルは？こんなもんはね、もうめちゃくちゃ簡単です。答えいきます。フォートナイト。正解。合わせてます。素晴らしい。力を目指す。合わせてます。正解。いやこれはもう楽勝でしょ。でもテンポよくやっていきましょう。第2問。炭かっこ修行、モテる男になるために料理を極めます。見て、作った料理は？懐かしいな。これは料理動画なんで、僕が作った料理はチャーハンです。正解です。何を作っているのかももうわからないが、ここでご飯ぶっこいます。ライスイン。順調、いいぞこの調子。第3問、はい、僕が初登場した動画で、食べたペヤングの味は？おお、びっくりした。ペヤングの味はごく激辛ニンニク味です。正解。無理無理無理。よし、もう余裕だぞこれ。いけるいける。続いてこちらの読み方は？おもんぱかる。正解。おもんぱかる。いや、わかんねえよ、中国語かよ。よしよしよし、いい感じ。ちょっと難易度上がります。はい、エルニーニョチャンネルにて最も再生されている動画のタイトルを一言一句間違えずに答えてください。ちょっと待って、マジか。待って、休日の3時半から起きる中学生の一日に密着。残念。お願いします。違った。あ、やばいやばい。やばすぎる。マジ上がってる。正解は休日の夕方に目覚める中学生の一日でした。あ、そう。あ、おい、めっちゃ惜しいじゃん。やべえ、やば。3時じゃねえかよ。じゃ続いて、はい、炭かっこ神回、自分の母親のことならさすがに何でもわかるでしょう。にて、母が答えた今欲しいものとは？これは分かります。僕実はあの後プレゼントしたんですよ。パールのネックレス。正解。よし、パールのネックレス。おい、パールのネックレス、なんでなんだ。いいぞ。じゃあ続いて、現在母が欲しいものは？おわ、関係ないって。ちょっと待って、現在母が欲しいもの、新車。
正解です。お願いします。やばい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 。こちら先ほど確認したところダイヤのネックレスだそうです。おい、ダイヤか。今度はダイヤだったのか。え、ちょっと待って、怖くなってきたな。もうだいぶ。続いて、すみかっこ1万円企画、兄弟でそれぞれ1万円分の買い物したら面白すぎた、見て姉が買ってきた金額はいくらでしょう。5000円。正解。そうでしょう。お願いします。8000円でした。そんな買ってたっけ。てなわけで、私が買ってきたものはこのくらいなんですけど、これでもまあ3000円余ってしまいました。ということで終わった後にマックをみんなにご馳走して、それでもまだ2000円が余ったので、そちらはへそ食いにしたいと思います。はい、以上。最近でした。ありがとうございました。続いて現在何問目でしょう。現在な、おいマジか。え、待って待って待って、わかんないわかんない。7問目。正解。お願いします。わ、もうだいぶやばいとこまで来てるから俺。え、で現在9問目でした。え、そんな言ってんの。ちょっと第10問。すみかっこ実写覚醒しますにて、挨拶最初のトーク後のボケで、あなたは友達の家に行って遊んで帰ってきて、サイゼリアでミラノ風ドリアを食べた後、どこへ行き何をしたと発言したでしょう。え、どこへ行き何、なんか覚えてる。地球一周してブラジルに行った。あ、惜しい。正解。正解はブラジルまで行ってから直下掘りして家に帰った。おい待って、そんなこと言うなって。友達の家行って、まあ、遊んで帰ってきて、サイゼリアでミラノ風ドリアを食べて、ブラジルまで行ってから直下掘りして家に。あ、やばい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 、あ、やばい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 、あ、やばい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 、もう本格的にやばいよ。はい、11問。エルニーニョチャンネル登録者10万人達成した日を正確に答えてください。4月26日。あ、何年でしょう。2021年。残念。あ、もうダメ、無理無理無理。終わり終わり終わり。もうダメ、無理無理無理。終わり終わり終わり。うわやばい、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 やばい。救命状態、ちょっと待って。やばい、こんな埋もれるもんじゃなかった。ちょっと待って、やばい。これは落ちてもエルニーニョチャンネルの人気は落ちない。